今日見る蜂蜜は表参道のど真ん中に、えー、とお店を持っておられるマイハニーさんの蜂蜜ですマイハニーさんの蜂蜜はこんな感じのガラスボトルに入れられていて 1g 単位で購入することができますえっ、ー、とラベル見ていただくとわかるかと思うんですが、えー、どういう花の蜂蜜が入っててどの辺で 採掘、えー、したのかっていうようなことまで詳しく書いてあります。で、えー、種類も豊富で、えー、今に白7個ぐらいあると思うんですが上にもナッツがあってハチミツだけじゃなくてハチミツとナッツを、えー、合わせて瓶に詰めたものなんかも売ってもらえます。マイハニーさんの店舗の場所ですが、えー、右下の青い線が表参道駅左上の 青い線が、えー、明治神宮駅ですねでえっ、ー、と真ん中の上側にある丸赤い丸あたりが、えー、マイハニーさんですど真ん中ではあるけども結構裏側にあるのでえっ、ー、と最初どの道曲がっていいのかなとかあれあれって迷うことが多いので、えー、気をつけるのが大切かと思います 今日顕微鏡で見ようとしている蜂蜜は、えー、おそらく一番奥にある蜂蜜やと思うんですけども、えー、黒っぽいやつですね。そばの蜂蜜を顕微鏡で見ていこうと思います。蕎麦蜜自体はそんなに珍しい蜂蜜ではないんですが、えー、結構高級品とされることが多いです。 黒いのは鉄分が酸化している色やと思うんですがミネラル豊富で昔から重要視されている蜂蜜みつの一つです実際に蜂蜜みつを顕微鏡で見てみてます丸いボール状のものはこれはそらく気泡じゃないのかなと思っています。えー 左右に白っぽい丸いものが光が見えてますがこれは顕微鏡の LED ライトが反射しているだけやと思います、えー、さっき画像で見ていただいた通りそば、えー、の蜂蜜はかなり真っ黒なものなんですが実際にプレパラートの上に伸ばして、えー、顕微鏡の光で通したところではかなり黄色っぽく見えます、えーっと そうですねオローナミン C とかのような黄色さを感じるかなと思います。えー、っと今画面の上側に見えてるのはおそらく、えー、植物か蜂の由来の何かかと思います蜂、えー、蜂蜜は蜂の巣から遠心分離とかで液体を取り出した後フィルターでろ過するんですがそれはそんなに目の細かいもので ろ過するんじゃなくて、金網とかで大きい大きいゴミを取る程度のところも多いんで、こういう風に天然の蜂蜜の場合は天然由来のものが入ってたりします。こういうのが入ってると、やっぱり、えー、ちゃんと養蜂場で作られたものやなっていう安心を得たりする時もあります。次は、えー、背景を黒に変えてみたもので見ていこうかと思います。 さっきまで背景白で見てたんですが今回は黒で見ていきますえー、っとバックグラウンドの黒いのが、えー、背景色黒のところで、えー、っと若干、えー、っと白いところがあるんですがそれが、えー、っと今オレンジ色というか黄色っぽく見えてるところかなっていうふうに思います先ほどと同じようにほとんど何も見えてないのが特徴的かなと思います丸いのはやっぱり気泡っぽいような 感じで明らかに、えー、と比重の違う液体とか気体が入っているのがわかります。でやっぱりみ目に見えるのは先ほどと一緒で、えー、とハのどっか体のパーツなのか植物の破片なんかっていうかなって言ってたようなものがちょこっと一瞬見えたりします。やっぱり、えー、と先ほどちょっと黄色いところで見えてましたが背景色 は白いいいい方が見やすいかなっていうふうに思いました、えーっとうん、黒いところで見てもやっぱり、えー、っと明らかに黒いんでこれ結構しっかりとしたものが入ってるのかなって個人的には感じます。えー、っとあと,ちょっとすごくちっちゃい黒い点とかがあったりしてあ今画面のみ 右下にちょこっと見えてた黄色っぽい点はもしかしたら何らかの花粉かなっていうふうに思いましたただえっ、ー、と私自身蕎麦の花の花粉ってサンプル持ってないんでこれが本当にえっ、ー、と蜂蜜の花粉なんかあ蕎麦の花,の花粉なんかっていうのはちょっと自信持って言えないですまた背景色白に戻ってきましたえっ、ー、と今一瞬あ 見えたあ、今真ん中に見えてる縦に細長いものももしかしたら植物由来のものかもしれないですねえー、っと麦系の稲、えー、系か稲系の植物なんかの、えー、花粉なんかはこういう線状のものがあったりするんでそれ系のものかもしれないですもしくは花の中に入ってるなんか蜂が集めてきたえー、っと 植物片なんかが入まあいずれにしても多分こういうのって植物片が入っていいるんじじゃななのかなっていう,ふうに感じます今一瞬右側に見えた黄色い点とかはもしかしたら花粉かもしれないですね。えー、っとそばなんかそれとも細密地の近くで生えてたなんか雑草であったり植えられてる植物なんかが見えてるのかもしれません。 えっと今見えてるのはさっきから見えてるあの植物片の部分かもしれないですね。えー、っともう一回黒いとこに戻ってきました、えーっと。黒いとこで見てもやっぱり見えるものはさほど変わんないかなっていうふうに改めて思いました。こんな感じで、えー、っとかなり黒い、えー、蜂蜜ですが実際に薄くプレパラートの上に伸ばして、えー 光を当ててみるとかなり黄色っぽい液体なんやなっていうことが分かりました。結構面白かったです